こういう人はこう直すとか、はい、ああいう人はああ直すとか、ね、まあ要はボディーターンとか、はいはいはい、おー、はい、どう、それ一ついいですか、まあ、ボディーターンも基本的にその円運動、まあその引く力というかグリップに力を加えたらヘッドが円運動を起こすわけですけど、自分で回す、こう回すこの自分の体ですよね、これはボディーターンって言って、でちなみにこのボディーターンを意識しなくてもグリップに力を与えるとヘッドは絶対丸く、視点がここにあるとすると丸く動くので、ヘッドの遠心力によって起こったこれはボディーターン、結果です、ね、ここに力を加えた結果のボディーターンと、自分でなんか自分から右向け右でこう回したボディーターンというのは全然違うと思うんですね。もちろんグリップにも多少負荷がかかっていると思いますけど、ほとんどここの力はかけていない、なんかこう棒のように持っているようなボディーターン、なのでその形のボディーターンというのは自分を回すこと、ヘッドのグリップにかけた力によって結果その体が回っている映像で、こっちは自分の可動域に対して絶対動いてくると思うんで、硬いおじい様だったらちょっと少なくなると思いますし、この辺で止まると思いますし、すごいなんか体股関節とか肩甲骨とか柔らかい人だったら遠心力に対してもしかしたらオーバースイングになるかもしれないですけど、その辺の結果起こるボディーターンっていうのがあると思うんで、同じ体を回すということでも全然違いがあったなと、エネルギーをかけた結果で、さすがです。そう、本当にそう、ドラマ僕ら日頃体自体もこう脳からの命令と筋肉を使って、はい、体自体も牛耳ってるんですけど、そうそう、ただのこう骨とか肉の塊って考えたら、はい、こう腕にも絶対ちょっとエネルギー与えたら、はい、ビヨーンって動くじゃないですか、例えばそれも骸骨に、そう、骸骨が骸骨になってほしいんですけど、はい、骸骨になります、ね、そう、だ結構さっきあのクリ様がおっしゃってくれたのは、はい、お客様見るときにその人がやっぱ一番どこに命令してるかっていうのはやっぱりこう、はい、お話、その人のスイングとか見てお話とかして汲み取るんですね、まず、はい、たときに、まあ、やっぱ一番あるのはやっぱそのよくあの身体意識ですよね、体側に意識が多い人、はい、でそういう人によくお話しするのがこう、例えばここにこう赤坂骸骨がいます、はい、この状態で骸骨が止まってますと、はい、ね、こっからじゃあもし仮にどっか一箇所に僕がエネルギーを加えて、はい、この赤坂骸骨にスイングをさせようとしたらどこにしますかっていう、はい、そう、この赤坂骸骨にどっか一箇所エネルギーを加えてスイングさせてくださいって言ったら、まあ、一応今これ糸がつってあるとして、はい、例えばよくありがちなのは腰を回せっていう話ですよね、はい、じゃあこの赤坂骸骨の腰をじゃあ僕が回します、お願いします、はい、どうすかどうすかどうすか、そう、こうなるわけですよ。だから僕の手が要はそのお客様の脳なわけですよね。で例えばじゃあ左膝、はい、スイングの悩み何ですかとかって聞いたら左膝の悩みを皆さんおっしゃったりするわけですよ、はい、そう、例えばそうですよね、左膝、はい、おるだおるだおる、こうなるわけですね、はい、そう、これやっぱ骸骨何にも起こんないですよ、はい、そうですね、だからまあ目的にはですよ、目的にはやっぱりここですよね、はい、そう、ここにちょんと力を加えてあげたらこの骸骨さんは勝手に回っていくっす、はい、そう、赤坂骸骨さんは勝手に回っていくっす、はい、ありがとう、そう、しかもなんかこうここの骸骨に、はい、手のとこにパイってプイって力を加えたら、はい、多分こう連鎖的にカタ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 ってこう骨盤とかも絶対動いてね、はい、そう、皆さんよくあの小学生時代を思い出して、はい、あの理科室の本当骸骨を思い出してほしいです、そう、ここに多分力をプイって加えられたら絶対ここも一緒にパラ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 って動いていくはずなんですよ、そう、だから体自体もちゃんと感性で動くよっていう、はい、そう、だからやっぱりその自分の意識にコントロールしなければしないほど、やっぱりそれは再現性が高くて、はい、そう、要は骸骨にグリップに負荷をかけるっていうことらしいんですよ、そうですよね、そう、だからクラブにエネルギーを与えるっていうことがスイングの始まりであり、はい、終わりであると、おお、もう始まりであり、もう終わりもつくでしょうですね、今のはちょっとじゃなかったですね、はい、いやいやいや欲しいですね、それそう、はい、だからその結構その本当骸骨で、はい、まあ、腰に例えばいきなりエネルギーを与えたら、はい、これは結構皆さん確かにって言ってもらえることが多いんですけど、はい、まあ崩壊しますよね、はい、そう、でも今の話すると大体その、うん、じゃあ下半身指導、プロの選手が言ってるような、はい、下半身指導は何なんだみたいな、うん、なんかキネマティックシークエンスとか言います、ね、うん、はいはい、運動連鎖といって、うん、足から動いて股関節、はい、骨盤、はい、こう胸とか、はい、この順番じゃないのとかにはなるとは思うんですけど、そう、まあ、でもそれも実は一理あって、まあそうですね、いやでも本当にグリップ負荷で全部
そこ出せますよっていうところはお伝えしたいですよね。そう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 、はい、結局今の僕のここのエネルギーを作りたいわけですよね、はい、そうだからここのエネルギーを作るのに足を使うとか、これはもうバンバン剤なわけですよ、うん、はい、そうここのエネルギーを作るのに左足を踏み込んで、はい、あのことは、はい、そうバンザイいいわけですよね、はい、そうだからそういうことを言ってるんですけど、はい、それがもし言葉伝言ゲームで伝わっちゃったりしたら、はい、その人とかはなんか全然違うことをやっちゃったりとか、うん、そうこういろんなレッスン受けられてる人ってやっぱ不自然な人が多いなっていうのはすごい思います。あそのなんかそ自然じゃないというこういうふうにしたいっていう言葉がそうする本質的じゃないっていうこと。そう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 、はい、何かポジショニングを目指してるうちにそうなっちゃった人たち、まあ、そうですね、はい、うん、まあ、やっぱりスマホが出てきてもう自分の映像とかプロと見比べてスイングはこうであるべきだみたいな、はい、その自分のスイングフォームを想像しながらスイングするっていう時点で、はい、多分もう違うんですよ、うん、頭の中がゴルフスイングを作ってはいけないっていうことですよね、はい、作らないんであればじゃあここにエネルギーをかけるそうことで、まあ、結果作られるそうということですね。まあ振りゃいいと、はい、まず振りゃいいそうですね、はい、まずはこの状態で振りゃいいとこう振ればいいとそう、はい、そうするとまあ体も勝手にこう、はい、ボーンって、はい、じゃあここからここまで意識でここからここまでは無意識ですみたいなことは言えないですけど、うん、そうまあ大方こうあ確かに勝手に動くなみたいなクラブに振られるな、はい、奥さんに振られるな、はい、的なまだ振られてない、あ、まだ振られてないんだよ振られそうなんですか。いやそうじゃないです。でもあのなんか僕小さい頃にその小学校のなんかマラソンか何かで先生に腕もっと振れって言われたんですよ。もう足が止まってきた時に、はい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 、でその先生が言ってる意味は全く分かんなかったんですよ。なんで走ってるのに腕振るんだろうと思っていて大人になって勉強したりすると内的運動量の一致とかっていう言葉があって上の運動量が大きくなるとそれに対して下も運動量を一致させる、はいはいはい、なのでやっぱりこの腕を振ること、まあ、この肩関節、はい、肩甲骨を動かすことが結果足を使う足がこうダイナミックに動くっていうことにもつながることにはなるのでやっぱりなんかこうそもそも腕が全く負荷をかけれてない人がこっちだけ回したとしても空回りですし振り遅れを助長するだけですし、まあ、まずやっぱりこっちこの腕の部分グリップ部分に対するエネルギーのかけ方で結果出ればいいんですよね。確かに、はい、その人なりの関節の可動域で。確かに。じゃあもう2つぐらいなんか拍手をもらえるネタ優しいあのクレームでしたね僕はちょっと見たらためが強くなりすぎてしまう僕はですねもうちょっとクラブとやっぱり仲良くしたいなというふうには思うので、はい、あじゃあ今晩は一緒に寝たいと思います